今日が世界タイトルマッチ11回目の開催、名古屋の愛知県体育館です。さて放送席です。解説は元 WBC 世界ジュニアウェルター級チャンピオン浜田剛さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ浜田さん、はい、飯田聡選手、はい、ちょうど1年ぶりの世界再挑戦です。そうですね、まあ、1年前にあれだけの大きい経験して、そして今は精神的に相当強くなって1年後リングに上がる時だなというふうに思いますね。この1年9月に再起戦、はい、そして今年1月に前哨戦がありましたが、はい、実力のアップというのは浜田さんの目でご覧になっていかがですか。実力的には去年も相当の実力を持ってたんですね、はい、ですけど今回は精神的に強くなったなと、というのはどんな場面に対しても焦ることなく自分の考え通り動けるなという感じがしますね、はい、さあチャンピオンなんですが、去年飯田を倒して波に乗っていたアリミ・ゴイティア選手を、はい、タイで倒したヨクタイシソウ選手ということになると、相当な馬力、相当な突進力があるという選手ですね、この選手は怖い選手ですよ。そうですね、はい、このチャンピオンから飯田がベルトを取るにはどうしたらいいんでしょう。まあ馬力相当ありますから、はい、真正面から打ち合うんじゃなくて、1ラウンド目から速いスピードで動くこと、そしてそのスピードを12ラウンド全部続けるつもりでやることですね。飯田のリズムですね、はい、はい。それでは両選手を紹介しましょう。まずは挑戦者飯田聡選手です。飯田の世界挑戦はバラエティ番組元気が出るテレビのボクシング予備校入門を機に始まった。アイドルボクサーと言われた飯田だが、プロデビュー以来連戦連勝、破竹の勢いでスターダムを駆け上り、昨年4月20戦全勝で世界挑戦のチャンスをつかんだ。地元名古屋で行われた初挑戦、しかし世界戦独特の雰囲気に飲まれ、飯田の動きは硬かった。自分を見失った飯田にゴイティアのパンチが襲った。デビュー以来初めてのダウン、屈辱的なノックアウト負けを喫した。何も今頭真っ白で、飯田に残された道は引退か再挑戦しかなかった。屈辱的なノックアウト負けから140日、目の前に見たチャンピオンベルトを自分のものにしたい、そんな決意が飯田を再びリングへ向かわせた。負ければ引退、そんなプレッシャーをものともせず、飯田は終始冷静だった。忘れていた自分のボクシングを思い起こすように試合を進めた。復活の瞬間、飯田に笑顔が戻った。今年1月には元東洋太平洋チャンピオンと対戦した。飯田は落ち着いていた。そして世界戦の教訓は生かされていた。あの1年前の悪夢を乗り越え、精神的そして肉体的にも成長した飯田、自らの拳を信じ再び世界の扉を叩く。ゴイチア戦まではもう世界チャンピオン、世界チャンピオンっていうチャンピオンになることがもう第一だったんですけど、もちろん今ももうそれチャンピオンにならなきゃ話にならないのは変わらないんですけど、なんかもう一つなんていうんですか、広いというか大きいというか気持ちを持てて世界チャンピオンに挑戦できるという感じがしてます。今日は試合開始時間の4時間近くも前、12時40分に控え室に入ったチャレンジャー飯田、じっくりと時間をかけて試合までの心と体を作ってきました。3時前からバンデージ巻きが始まったんですが、その時にはチャンピオン陣営からタイの現役世界王者2人が立ち会うというシーンがありました。しかし飯田には全く表情の変化はありませんでした。普段通りなんですと常に口にしていたそのままの気負いのない姿でした。今扉の向こうには飯田ただ一人、これまでと変わらない緊張感が伝わってきます。1年前の敗戦はつまずきではない、より強くなるための経験だった、そのことを今日飯田は証明します。続いて今日が3度目の防衛戦、チャンピオンヨクタイシソウ選手です。チャンピオンヨクタイシソウ、ヨクタイは飯田を倒したあのゴイティアから王座を奪った強敵だ。ヨクタイは昨年8月チャンピオンゴイティアに挑戦した。
翼隊は主導権を取ろうと果敢に前に出た。軽くワンツーであしらうチャンピオンゴイティア。しかし油断からかゴイティアに一瞬の隙が生じた。ガラ空きになったボディに翼隊のミニストレートが炸裂。チャンピオンゴイティアはマットに崩れ落ちた。この瞬間21歳の新チャンピオンが誕生した。チャンピオン翼隊シスオーはもともとタイ式ボクシングムエタイの英雄、そして国際式に転向してからわずか2年で WBA の世界王者に上り詰めたエリートボクサーだ。この翼隊の才能をいち早く見抜き育て上げたのがキューバのイスマエル・サラストレーナー。タイのボクシング界に革命を起こした名トレーナーである。今回サラス陣営はチャンピオンセコンド合わせて11人という異例の大人数で来日した。この中には翼隊の他に2人の現役世界王者と前チャンピオンがいる。翼隊の初めての海外防衛戦を陣営全体でバックアップしている。21歳の若きチャンピオン翼隊シスオー、サラス陣営の援護を受け3度目の防衛戦に臨む。เขาก็ดีมากครับเพราะว่าทำให้ผมมาเป็นแชมป์โลกถ้าผมไม่ได้เขาเนี่ยผมก็คงไม่มาถึงระดับนี้ได้ผมก็นับถือเขาเป็นพ่อแม่เนี่ยครับ今日は午前10時に一旦サラストレーナーだけがリング上に、会場にやってまいりましてリングの状態感触を確かめておりました。一旦引き上げまして陣営がこちらに到着したのが午後2時のことでした。これまでと違いましてかなり緊張したピリピリとしたムードを漂わせておりました。そしてつい先ほどまでこちら控え室は全く我々報道陣シャットアウトの状態、午後4時を過ぎたあたりから中に入ることを許されましたが、すでにチャンピオン翼隊思想はアップを終えてグローブをつけ終わっておりました。あとはリングで結果を出すだけ。チャンピオン翼隊思想3度目の防衛戦、まもなく海外の初めてのリングに向かいます。チャンピオンチャレンジャー両方の控え室、緊張感が走っています。さあここで両選手の体格を比較してみましょう。ともに昨日の計量は1回でパスしています。浜田さん、はい、身長で4センチ、リーチで10センチ、飯田選手がチャンピオンを上回っていますね。はい、まあ、そういうところリーチ差を生かしたいところですね。ただ、この翼隊選手の踏み込みも早いんでですね、はい、それぐらいのリーチ差はそんなに気にならないと思います。そうですか。はい、これまで日本とタイとの間で行われた世界タイトルマッチは過去35試合あります。日本の15勝、タイの20勝、最近ではタイが4連勝中なんです。この放送は日本全国のボクシングファンの皆様に、また衛星を通じてタイテレビカラーチャンネル3でタイ王国全土に実況生中継でお届けしています。財団法人日本ボクシングコミッション、林裕子コミッショナーによるコミッショナー宣言が行われるところです。コミッショナー宣言、ただいまから。それではこの試合のルールです。WBA 世界採点は10点砲、なるべくどちらかに各ラウンド優劣をつけます。ジャッジは3人です。レフェリーは採点に加わりません。グローブは日本製の8オンス、左右両方でおよそ230グラムです。フリーノックダウンシステムを採用しており、1つのラウンドで3回ダウンを喫した選手はノックアウト負けとなります。また4ラウンドまでの偶然のバッティングによる試合停止は引き分け、5ラウンド以降の場合はその前のラウンドまでの採点により勝敗が決まります。この試合のジャッジです。コロンビアのマヌエル・ロドリゲスさん、韓国のパク・ドンガンさん、ベネズエラのオズワルド・サンチェスさん、3氏です。レフェリーです。この人です。アメリカのアルマンド・ガルシアレフリー、初来日、世界戦はこれが3試合目。普段は WBA レフェリー陣のインストラクターを務めています。なおこの試合には WBA からスーパーバイザーとしてアルベルト・サルミエントさんが来日しています。いよいよリング上では両選手の紹介です。メインイベント WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ。
回戦を行います。赤コーナー WBA 世界ジュニアバンタム級チャンピオン114パウンド1/2大国ヨック対シスオWBA 世界ジュニアバンタム級7位115パウンドミドイジム所属飯田聡志。ジャッジオスワルド・サンチェス・ベネズエラ、同じくジャッジマルエル・ロドリゲス・コロンビア、同じくジャッジドン・アン・パーク・韓国、レフリーアルマンド・ガルシア・アメリカ。さていよいよ第1ラウンドですが、浜田さん、はい、序盤戦から挑戦者飯田がペースをつかめるかどうか、はい、これにかかってますね。そうですね、ですから1ラウンド目から速い動きをずっと続けるというのは大事ですよ。はい、飯田の信条はリズムボクシング、動き回って突進型ファイターのこのヨック対シスオをかわすことができるか。さあいよいよゴングです。 WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、飯田聡ジャスト1年ぶりの世界再挑戦です。ヨック対シスオはこれが3度目の防衛戦となります。サラストレーナーと手を合わせました。ヨック対今ゴングが鳴りました。 WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ12回戦第1ラウンドです。チャンピオンが黄色のトランクス、タイのヨック対シスオ、右の拳を引いています。右の浜田さん、この選手はファイターボクサー、はい、そうです、まあ、どっちかというとファイターに近いですね。そうですね、はい、一方の飯田聡選手、白のトランクス、そして紺色のベルトライン、聡の縫い取りがあります。飯田左の拳を引いているサウスポーのボクサーファイタータイプです。4体がいきなり左打ってきましたが、はい、この左が何発もこれ出てきますから ね、 そ う、 ですね。そういった状況になさない前にどんどん、叩いておくべきですね、はい、さてまだ始まったばかりですが、挑戦者飯田の動きはどうでしょう。右のストレート、やっぱり6体、ちょっと硬いですね。そうですか、ちょっと硬いです。ジャスト1年ぶりの世界再挑戦、1分が経過しました。第1ラウンド前に出てくる横体、この試合の飯田の課題の一つとしてロープ特にコーナーに詰まらないということを課題に挙げていました。まあ、一生懸命考えたボクシングをやろうとしてますね、はい。まあ、ただもう少し、力抜くといいんですけどね。そうですか、力抜けるといいですね。そしてとにかく相手の翼体のガードは高い、その高いガードの上からでもいいからジャブを打っていく。そうです、そうです。右のジャブ出しました。これです。腕を伸ばします。さあ翼体が出る、ダッキングでかわしました。翼体の右のフック、飯田かわしました。右から左、ちょうど1年前世界初挑戦ゴイティア戦、1ラウンドのゴングが鳴ってから急に緊張してしまった、自分のペースがつかめなかったという飯田。1年前の悪夢を払拭することができるか飯田です。体的には足的には動いてますからね、ええ、もう少し状態もやあの力抜けるといいですね。飯田が右のフックであります。これもかなり練習してきました。ジャスト1年ぶりの世界再挑戦、この試合までに135ラウンドのスパーリングをこなしてきました。一方の翼体思想はおっとロープに詰めて右、しかしかわし際に右を浴びせていきました飯田です。3月1日に2度目の防衛戦、地元タイで行いました。2ヶ月足らずで次の防衛戦ということになったんですね。普通だと随分ハードなスケジュールですよね、はい、ですからそれほどあの体力のある頑丈な選手だと言っていいでしょうね。飯田のおよそ半分の右入って、
飯田の右、今あの軽いパンチですけど、ああいったのでいいんですよ、うん、ああいったのをもっともっと叩いておくべきですね。飯田のおよそ半分、はい、突っ込んでくると早いですからね。70ラウンドのスパーリングをこなしてきたというチャンピオンの翼太志と、第1ラウンドほとんど時間がありません。ゴングなりました。第1ラウンド終了です。はい、チャレンジャー飯田、動きはいかがでしたか。動きはいい動きしてます、はい、あと上半身をもう少し力抜けるというですね、うん、上半身がまだ硬いです。そうです。しかし表情は非常に落ち着いていますね。前回はガチガチですからね、今回は緊張の中にも少しゆとりがあるなという感じはありますね。第2ラウンドです。ゴングが鳴りました。第2ラウンド、世界タイトルマッチです。12ラウンドで行われます。白のトランクス飯田、黄色のトランクスチャンピオンの翼太。飯田は現在 WBA 世界ジュニアバンタム級7位。さあ下から行きました翼太、右のパンチをボディに打ってきました。佐藤さん、はい、青コーナー飯田陣営ですが、第1ラウンドの最中からね、もっと動こうもっと動こう、とにかく動きを早く細かくということを意識するコメントが出てます。そうですか。佐藤さん、はい、赤コーナーチャンピオンサイドなんですけどね、飯田クリンチ、クリンチから離れ際に右を打ってきました翼太一層。今、やはりちょっと硬いなという声が出ておりまして、あ、チャンピオン硬い、で左をもっと連打で出していけという指示が飛んでおります、うん、そうですか。今日のコーナーサイドリポート、飯田サイドは大東真嗣アナウンサー、チャンピオン翼太サイドは藤井敏子アナウンサー。はい、浜田さん、チャンピオンが 左ラッパーから入ってきます、入ってきましたけど、そういった入り方をしてますね、この選手は。飯田も左で返す、また胸のあたりを打ってきた。飯田がサイドステップ、飯田は自分の右に右にと、左ストレート、この足を振り合わせましたか飯田、はい、チャンピオンの突っ込みが速くなってきましたね。飛んだ左のフックです。入り方がきつくなってきましたね。翼太は短期決戦にしたいと言っていたんです。ここは日本安定にもつれ込ませたくないということを試合前に言っていました翼太志郎。このラウンドは入ってきましたよ。出てきてますね。出てきてますよ。はい、さあ飯田はその動きを見るんじゃなくてですね、打ってから動くことですね。ボディ見ようとすると自然に後ろに下がってきますから、相手の一発大きいのに対して強いパンチは必要ないんですよ、はい、速いパンチを先に打つことですね。左です。さあこの翼太の一つの特徴は左でどんどん打っていく、上下の打ち分けを連続でしてきますね。そうですね、普通左打ったら右打つんですけど、左の連続できますからね、はい、そうですね。そしてこのチャンピオンは元ムエタイ体式ボクシングのスーパースターです。左打開始した左、もともとムエタイから転向したボクサーというのは前後の動きというのが多いですよね。それとややスタイルが立ち気味なんですよね、はい、ただこの翼太はそうじゃないんで、前かがみでどんどん入ってくるスタイルですよ ね、 そうですね。しかもガードが高い。普通のボクシングに転向してからイスマエル・サラストレーダーにこの構えを教わったんだそうです。ムエタイ時代はもっと上体を立ててアップライトに構えていましたチャンピオンです。右で牽制する右のジャブ、飯田マダミのジャブ、左を狙ったダッキング、かわしていった。チャンピオンも狙ってますよね。狙ってます、はい、第2ラウンドです。残り時間がなくなってきました。残り10秒入ってきた、ここに来た、あとラビットマンチか、後頭部、ここはガルジアレフリーの注意が入りましたね。全然ですね、足が引っかかったところもありますけどね。ここでゴング、第2ラウンド終了です。第2ラウンド、飯田の左です、そして右、これはブロックされていますが、さあ一転して第2ラウンドはチャンピオンが出てきましたね。この選手出てくると怖いですからね、出てきようとした瞬間にちょんちょんちょんと打っておくべきですね。そうですね、そうすると出鼻くじかれた形で出れなくなるんですね。第3ラウンドのゴングが鳴りました。 WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、飯田聡、ちょうど1年ぶりの世界再挑戦、相手はタイが生んだ世界チャンピオン翼太志郎です。現在タイは WBA と WBC で5人のチャンピオン、世界チャンピオンを抱えています。やや半身の体勢で、はい、入ってさ、左のストレート顎のあたり、ああいった形でまず当てることですね。右のジャブ、ガードは高い翼太、しかしいつものガードよりやや開き気味ですね翼太志郎。普段はですね、もっとスムーズに手が出るんですけど、やっぱり今日は一発狙ってるんで手数が少ないですね。一発を狙っている初めての海外の試合というチャンピオン、
ということはちょっと硬いんでリズムまだ乗れてないというところあるんですね。飯田よく見てますよ。飯田の動き、さあ横に流れられるか。さあ頭を低くしてきた。連打を上げて落とする。しかしこれも飯田がバックスピンです。今の形で相手が入ってきたところ、その瞬間に右翼のところがいいので、そうですね、よく見てますよ。今左です。小さなパンチですが当たっています。横から攻めるというのがキーポイントだという話をしていました飯田陣営。そしてチャンピオンは真正面の攻撃、そして真正面の動きに対しては強いんですよ、横に動かれるとこの突進力がどうかなと思うんですね。飯田よく見てますよ。サイドステップ落ち着いています。1年前とは違いますね。よく見てますよ、はい、打ってきたボディ飯田返しました。チャンピオンのパンチはここまで空を切っています。左のアッパーを狙いましたが飯田がバックステップかわしています。チャンピオンいきなり大きいパンチを狙っているから、そうですね、モーション見破られているわけですね、一発狙いできています。翼体質をとにかく早い回に終わらせたいと言っていました。今ブロックされてますけどいいですよ、この攻撃でいいですから。2のジャブ、ガードの上からでもジャブを打つ、ジャブを打つ飯田、とにかくジャブを打って横に動く、リズムボクシングです飯田。飯田本来のリズム、たくましくなった上部の強さ。さあ飯田、チャンピオン焦ってきますからね、焦るともっともっと振りが大きくなりますから。まだチャンピオンは捕まえきれていません。さあクリンチ、いや離れました。離れ際にアッパーを打とうとしました翼体質を。タイのチャンピオン22歳、どうにかコーナーロープに詰めたいという動きですよね。チャンピオンはさあコーナーに詰めようとした。左翼体の左打ってきた。今度は右のすぐ動くことですね、ロープを背にしないことですね。そうですね、打ちゃったら強いですよ。この選手は打ちゃったら強いですから。連打が始まったら止まらない翼体質を。第3ラウンドです。いいサイドステップだ。ここでゴング第3ラウンド終了です。さあ浜田さん、ここまでの回転はやや飯田、はい、ここまでの飯田の動き、はい、本来のリズムで動けてますね。そうですね、それ以上に相手を慎重によく見てるところありますね、はい、やっぱりこの試合にかける意気込みが伝わりますよね。そうですね、去年は打ち合いを挑んで失敗しました飯田、今年はよく動いています。これから試合は第4ラウンド。第4ラウンドのゴングが鳴りました。翼体いきなり左、高いガード、そして前進するファイターボクサータイプ。翼体は右の拳を引いています。右のファイターボクサー、一方の飯田はご覧のように左の拳を引いています。左のボクサーファイタータイプ、はい、大東さん、青コーナー飯田陣営にはですね、はい、福田洋二さんが今日はカットマンとしてポスト下にいるんですが、はい、その福田さんからはですね、下半身はいいと、はい、ただ上体のリズムをもっと取れという声が出てましたね。はい、飯田選手を世界戦のリングに上げるまで育て上げた福田洋二トレーナー、かつて具志堅、渡嘉敷、竹原といった3人の世界チャンピオンを育てた福田洋二トレーナー、今日は愛知県体育館で観戦中です。そして相手の翼体質をサイドには浜田さん、はい、左組んだ、勝った飯田、クリーンヒット飯田です。チャンピオングイグイ出てきましたね。チャンピオンが出てきました。グイグイ出てきましたね。不気味な前進、翼体質を。飯田動きを止めないことですよ。さあ動けるか飯田、動けるか、かわしたサイドステップ飯田、チャレンジャーです。よく見ています。チャンピオンのガードちょっと広くなりましたね。そうですね、もう普段は顔面をね、かぶつかのようなガードの体勢を取るんですが、やっぱり一発大きいのを狙ってるんですね。左が当たっている。右を軽くボディに当ててまた回り込みました。1分30秒が経過、第4ラウンド。浜田さん、はい、翼体サイドにはキューバ人のイスマエル・サラストレーナーがついてるんですよね。名トレーナーですね。そうですね、あと右左ときました翼体、しかしさほどダメージがありません。飯田、この人はキューバのオリンピックナショナルチームのコーチとしてバルセロナオリンピックで金メダリスト3人を育て上げました。その後タイに移住しました。そしてタイであっという間に5人の世界チャンピオンを育て上げたんです、まあ、そのうちの1人がこの翼体。さあ翼体が出た、サイドステップです飯田。翼体が2位だ、焦ってきてますよ。そうですね、焦ってます。捕まえられませんチャンピオン。
あと左です。今のはブロックしてますけど強烈なパンチですね。そうですね、力ありますね。ブロックの上でもこの選手のパンチは強力ある、強力ありますね。さあジャブを出せるか、強引に打とうとするアッパー、左のアッパー空振り、横対一層、右のジャブ、右イダ、大きくオーバーハンドフックです。右、これも得意のブロー、そして左のあの右がよく打ってきますね。そうですね、残り時間少なくなりました。やっぱり強引に入ってきてますよ。そうですね、去年ダウンを喫した第4ラウンド、おおっと右、右入った、中央上、ここで動く、両者いいパンチが入りました。第4ラウンドでした。第4ラウンド、浜田さん、はい、飯田の左のストレート、はい、いいの前半入りましたね。そして、最後の方でヨック隊の右が入りましたよね。右が入りましたね。やっぱりいいパンチが出ました。ヨック隊の方も焦って強引に入ってきてますね、この強引さは焦ってはいますけど武器に見なところありますよ。さあこれから第5ラウンド、ゴングが鳴りました。世界タイトルマッチ12回戦第5ラウンドです。佐藤さん、はい、赤コーナーのですね、サラストレーナーなんですけれども、はい、やはりちょっと欲体がですね、焦っていると、もう少し落ち着け落ち着けというふうに声が飛んでいるんですね。そしてチャンピオンサイドにいます3人のチャンピオン、そして元チャンピオンなんですけれども、はい、セーン・ソー・プロンチット元ジュニア、フライ級のチャンピオンに聞きますと、やはり相手の飯田は手強いと、かなりこんなに強いとは思わなかったというふうに話しておりました。さあ飯田がジャブです。ジャブを出してますね。ジャブを出している、入れない、相手の射程距離はずらしておけばいいんですよ。チャンピオン入れない、中途半端な距離危ないですね。そうです、この選手は本当に強引に入ってくるときはブロックの上を出して入ってきますからね。リーチ差は10センチありますけれども、ぐっと肩を前に出すように打ってきます。強引に踏み込みますからね。その強引に踏み込む方は本当に、馬力ありますから。この踏み込みでリーチの差を解消しているチャンピオンの翼体質を黄色のトランクス、ボクシング王国対現在 WBA と WBC の2つの団体で、あと飯田左、まあ、今あの当たってはないですけど、リズム的にはいいですよ。そうですか。さあ飯田動く、飯田動く、まだ冷静です。飯田まず右から左ボディ、飯田よく見てますよ。去年の世界戦で負けてから1年間いろんなトレーニング、腕あるいは肩の可動範囲を広げるトレーニングを続けてきました。そして肩甲骨の周辺の細かい筋肉を鍛えてパンチのコントロールがつくようになったと語っています。インナリングというトレーニングも実行してきました。飯田であります挑戦者、もう少し動いて、まあ、パンチはあの速いパンチもっと打ちたいですね。さあ打ってきた、翼体の左ボディです。この選手入らせたら怖いですからね。そうですね、前進しだすと止まりません。ロープに詰まりたくない飯田、サイドステップ右に動く、右に動く、入ってきますよね。試合の流れ、2分が経過しました。第5ラウンド、翼体がリング中央、そして飯田がサイドステップで回り込むという試合展開です。1ラウンドから変わりません。まあ、ただ翼体が強引になってきましたね。そうですね、ポンチ1つでもいいパンチをもらったら、はい、セコンドからはすぐクリンチで、そうですね、打っちゃうと強いですからね。そうですね、その冷静な動きできています。指示通りです。残り30秒、第5ラウンドです。バックステップ顎、飯田の右のパンチ、右のストレート、入ってきた、もっと飯田のサイドステップ、サイドステップ、もっと止めちゃいました。残り10秒ありません。第5ラウンド、今度は飯田が打った、飯田が打った、飯田がロープに詰めました。攻守交代か、飯田が詰めた、時間がない。第5ラウンド終了です。第5ラウンド終了です。第5ラウンド、翼体出てきました。出てきましたね、思いっきり踏み込んでガードの上からでもところ構わず打つ選手ですからね、そういったペースになさないためにも出花を切ることですね。そうですね、出る瞬間、出る瞬間を叩くべきですね、出花を叩けるか。第6ラウンドです。これからさあゴングを待ちます。今ゴングになりました。第6ラウンド、飯田聡、ちょうど1年前は5回 TKO 負け、第6ラウンドは世界戦では未知のラウンド、飯田聡、一方の翼体質王はこの6ラウンド KO 宣言をしていました。23日
夜行便で早朝名古屋に着きました。翼体出動、その後は公開スパーリングで軽い調整をしてきました。はい、大東さん、青コーナー福田洋次さんからはですね、はい、もう出るときには出てもいいという声が出ましたね、はい、それから松尾会長からはもうこの回からは踏み込んで打っていっていいぞというシーンが出ました。そうですか、事実上のゴーサインが出たようです。とにかく一気火星に行けるときは行けというのが世界チャンピオン3人を育てた福田トレーナー、ミドリジムの松尾会長からも指示が出たようです。佐藤さん、翼体選手、はい、一方赤コーナーなんですが、先ほどの第5ラウンド初めてガッツポーズが出ましたね、はい、そしてもっともっと左フックを上下に打ち上げて、もう一気に行ってしまえという指示が出ております。上下に打ち分けるというさあ、いいな、右のジャブで構成を取る、右のジャブ、ガードの上からジャブ、これが大事なんです。そして回り込む、右に回り込む、相手の右ストレートから距離を置きます。飯田ガードの上でも打っておくとリズム取れますからね。そうですね、そして飯田が右のジャブを出してそのまま出しっぱなしにしておいたとき、チャンスが訪れるときです。左を狙っている瞬間です。飯田その動きが徐々に見えてきました。第6ラウンド1分30秒が経過、第6ラウンドです。翼体は強引です。ただ翼体の方もリズムには乗れてないですよ。そうですか、左です、リズム乗れてないですよ。飯田左ガードの後ろ側から打ちましたね。まあちょっと普段より翼体のガードが広いですからね、真ん中が空いてますよね。来日以来実はこのチャンピオン翼体ほとんど食事を取らない状態が続いていたんです。そうですね、まあ、1時間も縄跳び飛んだりしましたからね。そうですね、それでも汗が出てないというのはやっぱり絞り切って減力していると言えるところあるんですよね。左をかぶせてきた、報道陣もびっくりの連続1時間縄跳び。しかしタイは現在4月、日中最高気温が38度9度になります、はい、この日本はまだ23度4度といったところ、なかなか汗を出すのに苦労したようですね。そうですね、そういった面でも飯田に有利に向いてくれるといいですね。特に日本の夜は寒いと言っていました。タイの翼体出動、ゴインズのリドック大きく構えた翼体、前に出るか、正面から打った、さあ正面のパンチを浴びてしまった。サイドステップ、サイドステップ、飯田サイドステップ、決まらないことですね。残り15秒、第6ラウンド世界選手ラウンド、正面から軽いパンチ、右アッパー、左ラッパー、翼体左ラッパー、残り時間ほとんどありません。第6ラウンド、ここでゴング、第6ラウンド終了です。第6ラウンド、翼体の右、どんどん強引に入ってこられると怖い選手ですからね。そうですね、ここまで浜田さんの回転は6ラウンドまでは互角、互角、はい、ただ流れ的には飯田いいんですよ。そうですか、いいんですけど強引さでは相手の翼体不気味なところありますね。さあ大きく両の手を上げまして深呼吸した翼体出動。第7ラウンド、前回3月1日タイのチャチェンサオで行われたベネズエラの指名挑戦者アキレス・グスマンとの一戦は途中苦しみましたが12ラウンド戦い抜きまして3対0の判定勝ち、2度目の防衛に成功しています。佐藤さん、はい、飯田陣営はね、皆さんチャンピオンのパンチ特にストレートよく見えてると、だから返しのパンチを打っていっていいということです。皆さんチャンピオンも出た、ただチャンピオン焦ってますよ。さあやや翼体が今口を開けました。左チャンピオンが出ていく時には体振り流れてるんですけどね。そうですね、まだすぐ入ってきてますから動いてますね。飯田右軽く出したサイドステップです。飯田サイドステップ、翼体焦ってますよ。どうしても欲しいチャンピオンベルト、飯田自分のリズムを貫いたときに栄光が待っています。飯田聡、現在世界の7位、相手は日本のファンが見たかったまだ見ぬ世界の強豪の一人、翼体出動です。第7ラウンド、翼体陣営ソープエンチットジムのチャンピオン軍団が応援に来ています。前フライ級のチャンピオンセーンソー・クベンチット、そして現ジュニアフライ級のチャンピオンピチット・チョーシー・バット、そして現バンタム級のチャンピオンダオルン・チョーシー・バット、チャンピオン当ててますね。さあそこで当てたいんですね、
サイドに回った瞬間に当てて横動きたいですよね。回り際ですね。そうです、そうです。横からの攻撃。そうです、はい、真正面から同じように打ってると相手強いですからね。そうですね。相手の一番得意とするところをかわすことですね。今日は横体はあまり、さあ、まあ、横体はですね、普段は入っていくときに体をもっと振るんですよ、今体の振りが足りないんでやっぱりリズム乗れてないということですね。そうですね。飯田が右、第7ラウンド距離を取る、中間距離は危ない。さあ、ラッキングでかわした。よく見ています。相手の左のフックは見える、右が要注意だと話していた飯田、左のフックに対してはダッキングでかわした後に右を下から上に打っていきたいと言っていました飯田。チャンピオンの攻撃も単調的になりましたね、わざわざタイまで横体の試合を見に行った飯田、成果は出ていますか。出てますね。よく研究してますよ、常に打ち気を揃わすことですね、はい、チャンピオンの横体すれば打ち合いたいんですけど、それをやってくれないというのが飯田なんで、大きなパンチ、左を当てていきましたが力はありませんでした。チャンピオンの横体出動、飯田が回る、飯田が回る、さあここでゴングです。第7ラウンド終了です。これから試合は飯田の動き、浜田さん、はい、ここまでは予定通り。そうですね、そして今度は次から、まあ、今後半入ってますから、はい、決定打を打ちたいですね。第8ラウンドです。相手のバランスを崩したところは集中がしたいですね。ゴングが鳴りました。相手が打ってこようとして、さあ、トップのコラミドッパーチャンピオン仕掛けてきました。イスマエル・サラストレーナーのゴーサインが出たか。第8ラウンド、いきなり接近から右のアッパーを何発も打ち込みました。佐藤さん、はい、青コーナー松尾会長からはね、相手の左のガードが下がってきた、だから右のフックは当たるから必ず返しの右フックを打てということです。そうですか、右の返しのフック。さあ飯田ジャブを出している、これを払うような横体のガード、今日のガードはいつもの横体ではありません。さあ正面から飯田持った、いつもより広いですね。お互い右のパンチを打っていきました。そして飯田左手を出す、手を出したい、届いている、打ち合いになるか、右右ジャブ、飯田当たっている、チャンピオンバランスを崩した。ただまだまだ正面での攻撃はパワーありますからね、チャンピオンは。そうですね、なんといっても正面からはまだまだ中途半端に打ち合っちゃいかんですよ。1分が経過しました。チャンピオンの横体出動、イスマイル・サラストレーナーのここまで手塩にかけて育ててきた選手であります。高校息子横体出動、自ら横体自身もサラストレーナーのことを普段は優しく、そしてボクシングでは厳しいお父さんのような存在だと言っています。さあリーダーパーを落としました。そうですね、このサラストレーナーが一番横体を評価している点はハードパンチャーだということです。1分30秒が経過しました。それとこの選手は突進力があるんですね、突進力、この突進力をうまくずらしてますよ飯田は。ムエタイ、タイ式ボクシング出身の横体出動、ムエタイではキックや肘打ちで勝負が決することが多いんですが、この横体はパンチで決めることが多かったんだそうです。やっぱりパンチ力ありますからね、さあ飯田がクリンチ、クリンチ、さあ下から、あと思い切りトップ、右四つ、さあ飯田が決めた、飯田が決めた、横体下がった、横体返します。あ、右のジャブ当たっています、左が当たっている、軽いけれども手を出すことが軽いですね、軽くていいんです、軽くていいんです、連打、連打、第8ラウンド、1年前の飯田ではありません。チャンピオンをもっともっと当てらってパンチをもっと大きくさせればいいですから、連打が出ないですからね、チャンピオン。そうすると動いています、まだ動いています。リズムボクシング、左右へのフットワーク、動いて動いて、そして打つときは一気かせいに。残り30秒を切りました。第8ラウンド、いいですよ、いいですよ、左、よく見てますよ、右のジャブ、左ゴラクを切った、もう少し角度が欲しいですね、角度が欲しいですね、あーと大きなパッチを切った、左だ、いいな、ほとんど時間がない。第8ラウンド、チャンピオン焦ってますよ、ボディに照準を変えましたか、翌体2発打ちました。ここでゴングだ、第8ラウンド終了です。
下のいい攻めが出ましたね。流れが良くなってきましたね、はい、それと軽いパンチですと、そのパンチをもっと集めたいですね、強いパンチは今必要ないですから、強くパンチを打つと飯田の今までの動きを止めてしまいますからね、飯田の動きを止めると極端の馬力が物に行ってきますからね、最後までリズムですね。そうですそうです。ゴングが鳴りました。第9ラウンドです。WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、現在のチャンピオンは第8代タイの翼体師匠、黄色のトランクス。ここでよく頑張っている飯田、右のジャブ当たっています、届いています。飯田軽いパンチでも今は数集めればポイントになりますからね。そうですね、国際式の採点テンポイントマストシステム、各ラウンドなるべくどちらかに優劣をつけます。10対10をつけることはほとんどありません。佐藤さん、はい、飯田陣営はね、やはりこのラウンドで一つはっきりと取ったと分かるラウンドを作ろうと言ってます。そうですか。さあ、そういう指示が出ながらもやはりリズムを保ちながらの攻撃ですね。それで強いパンチじゃなくて、速いパンチを集めることですね。ワンツー、強いパンチの打ち合い同士に打ち合いになるとやっぱり玉体強いですからね。1分が経過しました。第9ラウンド出てきた。玉体焦ってますよ。右から左、玉体が保持するベルト、スタート、来た来た、空を切らしている。チャンピオンのパンチ、空を切り裂くチャンピオンのパンチ、愛知県体育館。さあ飯田が前に出た、狙っている。しかし今日は大歓声を味方につけている感じの飯田。そうね、大歓声味方になってますね。愛知県体育館7500人の観衆、飯田コールだ、サトシコールだ。名古屋から、名古屋のジムから3人目の世界チャンピオンを目指して飯田のリズムボクシング。いいですよ。チャンピオン4回に左、チャンピオンのパンチ、右が胸、2分が経過しました。浜田さん、はい、玉体が持っているベルト、このベルトはタイで分かってカオサイギャラクシーが持っていました。そうですね、名チャンピオンが持ってたものを渡してなるかという気はあると思いますよ。そうですね、それなんでやっぱり余計にチャンピオン力入ってますね。同じ階級の後継者と目される玉体が苦戦しています。日本のリング上初めての海外の試合チャンピオンの玉体、一方の飯田にしましても渡辺二郎、鬼塚克也が持っていたベルト、日本に取り返したい。よく見ています飯田、左、軽い左、これは届かなかった、右のジャンプ、いいですよ。残り15秒、軽いジャンプのポイントになりますからね。第9ラウンド、ほとんど時間がない。第9ラウンド、出している出している、手を出している、手を出している、サイドステップ半身だった、的を切り裂きた。飯田いい動きで第9ラウンド終了。ここまで飯田が優勢に試合を進めています。試合を見る浜田剛さん、はい、さてここまで、はい、この浜田さんが飯田優勢という見方をされています。そうですね、クリーンヒットが多いんですね、はい、チャンピオンの大きいパンチはほとほとんど外されてますから、はい、それが最近はクリーンヒット、軽いパンチでもポイントになる傾向がありますから。試合は終盤です。ゴングが鳴りました。第10ラウンド、あとラウンドは3つ。 WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、チャンピオン翼体師匠、3度目の防衛戦、チャレンジャー WBA 世界ジュニアバンタム級7位飯田聡、名古屋の緑ジム。翼体はここまで13戦して全勝 8KO、 飯田は23戦して22勝1敗。この1敗がちょうど1年前、前のチャンピオン有見ゴイティアに5回テクニカルのスクラウトで敗れた試合でした。今日は違います。ちょうど1年365日ぶりの世界のリング、翼体が右ボディ、しかしそうではないかという飯田がそういった仕草を見せました。回ります、飯田が回る、転倒している飯田。ガルシアレフェリー分けました。グイグイ中に入ってますよ ね、 そうですね、前に出てますね。これは構成点として見られるかどうかですね、うん、アグレッシブな態度、それがアグレッシブ構成点としてジャッジが見てるかどうか。おっと、飯田の右ノックか、
チャンピオンのパンチは当たってはないんですけど、攻めているという、ジャッジされる可能性もありますね。そうですね、はい、そこでもう少し飯田は数を集めたいですね。ジャッジは日本とタイ以外、中立国から3紙、コロンビア、ベネズエラ、そして韓国。さあまたサイドステップ、第10ラウンド1分30秒が経過。今日本人の世界チャンピオンはいないんです。飯田が日本にベルトを取り返すのか。第10ラウンド終盤です。6体出てきた、もう今始めましたね。正面から右、6体の右、チャンピオン軍団騒ぎ立てます。赤コーナー左のストレートだ、右へ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 。2分が経過、第10ラウンド。クリーンヒットは飯田の方が多いです。多いですね。今の左のストレートも右のフックも飯田のクリーンヒットでした。第10ラウンド終盤です。このラウンド含めてあと3つ、世界タイトルマッチは12ラウンドで行われます。前に出る、肩から行きました。まあ、そうやった打ち方はよく知るんですね、この選手は。直線的な動きになってきましたね。左を返した、かいくぐった、共にラッキング、よく見ている、打ち下ろす、さあ見ている見ている見ている、そしてボディアッパー、大きくなりましたね。飯田のボディ、しかし一発があります、注意しなければいけません。強いチャンピオン相手に日本の飯田大健闘。ここでゴング、第10ラウンドの終了です。飯田優勢です。飯田選手の奥さんゆかり夫人、愛知県体育館でじっと戦いを見据えています。さあ浜田さん、はい、あと2ラウンドになりました。そうですね、今の流れはいい流れですからね、はっきりとした、あ、数をもっと集めたいですね。今までの流れだとチャンピオンがぐいぐい前に出てきてるんですね。11ラウンドのゴング、合間に、間がパンチ当ててるところをどうやって採点してるかですね。そうですね、佐藤か打ち合いだ。11ラウンド、チャンピオンが出た、チャンピオンが出た、出てきましたよ、チャンピオンが出た。いや、随分強いですね。これが噂の全身網だ。若さに任せての連打は止まりません。しかし飯田動けるか、動け飯田、動け、強引出てきましたね。出ましたね、これチャンピオン勝負かけてきたんですよ。4体を勝負して飯田は自分の22歳の若さに任せてガンガン出ていく試合をしていたと10回しておりました。飯田11ラウンドあと2回、出てきましたね。お互いスタミナは自信があると語っていました試合前。飯田は動き止めたい感じよ。またジャブだ、左にグラデックチャンピオン、左に打った、しかしチャンピオンの左、チャンピオンの左の連打、左にストレート飯田、よく見えています。飯田よく見ています。今までの試合で見えなかったパンチは去年ゴイティアに倒された右のキックだけだと言っていました。飯田努力家です。そのゴイティアをノックアウトしたわけですが、このチャンピオン相当な馬力持ってますよ。1分30秒が経過、このラウンドに来てこれだけ前に出れるっていうのは相当馬力あるからできるんですね。ジャブを出す、アッパーは空気を切る、チャンピオン右を出す、当たってますね。またジャブ、佐藤さん、はい、チャンピオン陣営なんですけども、このままだったら負けるぞというそういう声も飛んでおります。そうですか、タラストレーナーの防災員焦ってるんです。しかしそれが焦りにつながっているようです。振りが大きいですね。あと右、小さなパンチ、左の小さなパンチ。2分が経過しました。11ラウンド、さあ2段パー、まだ見ている、残り30秒、第11ラウンド、かわした、この動きだ、焦ってます、リズムだ、飯田、リズムで世界が連打、連打、
土俵第11ラウンド、このラウンドも残り5秒、頑張る飯田、ゴングだ、11ラウンド終了。飯田さん、はい、飯田人生をかけたラストラウンド。そうですね、この流れでいくとチャンピオンベルト取れそうですね。さあ場内沸いています愛知県体育館、観衆7500人、あとジャッジの方がよく答えます。あのぐいぐい前に出てくるところをどういう風に見てるかですね。最終ラウンドのゴング、この試合あと3分。佐藤さん、玉体陣営サラストレーナー激を飛ばす、どうぞ。佐藤さん、飯田陣営ですがね、はい、取れるぞ、思い切って打って取ってこいという声です。取れるという声が出ました。青コーナー挑戦者飯田、1年前の飯田ではない、アイドルボクサーと言われた飯田、実力をつけて世界のリングに帰ってきました。右、このまっすぐ出した右、これが出るときは好調なんだ。さあバッティングに気をつけないといけません。あと飯田の左の目の上が切れましたね。左の目の上、95年の11月の試合の時にも切りました。飯田まだ動く、ボディだ、チャンピオンボディ、飯田逃げ切ろうと思った体感ですよ。さあ飯田最終ラウンド、飯田最終ラウンド逃げ切ろうと思った体感ですよ。そうですか、はい、常にアグレッシブに、そうです、そうです、はい、動いて攻めですね。そうです、出鼻をくじく右、さあ世界に向けて名古屋のジムから3人目、世界チャンピオン不在の日本人の腰にベルトが戻ってくるか。飯田頑張る。さあここまでの対戦が気になるところですが、とにかく飯田また右、チャンピオンが焦っている。3月1日の試合のフルラウンドで勝った翌日以降、一方飯田は108日ぶりのリング、調整は十分でした。翌日の試合をタイで偵察、そしてグアムのキャンプ、たくましくなった飯田が、なんといっても今年の飯田平常心なんです。そうです、それと精神力がなりましたね。精神力が強くなりました。そうですね、はい、同じ鉄は踏まない飯田、鉄筋戦チャンピオン、左の服空振り、2分が経過、あと1分、さあ人生最高の瞬間に向けて、日本にゆかりの WBA ジュニアバンタムのベット、さあ飯田が行く、チャンピオンがクリンチ、チャンピオンクリンチ、ガルシアレフリーを開ける、残り1分切った、さあ当たっている、焦っているチャンピオン、チャンピオンが出る、飯田変わった、キング、まだ見えていますね、まだ見えています、残り30秒、この試合残り30秒、日本にベルト、さあ飯田、攻める、翌体も出る、好勝負、愛知県体育館、両選手、全力、10秒切った、ノックアウトはない、ダウンシーンもなかったこの試合、押していた、また押した、そして引いた、見事なリズム、ここでゴング、試合終了、さあ判定はどう出るか。田村さん、はい、終わりました、あとは判定です。自分のやろうとしたことを守って、最後まで守って差し切ってできたという、あのボクシングだと思います。新チャンピオンは誕生するのか、青コーナー飯田、今翼体と飯田が健闘を称え合います。あとはチャンピオンの翼体が1ラウンドから最終ラウンドまで全部前に出てきましたね。さあ3人のジャッジはそれをどういう風に、そうですね、先を見てるかですね、どう判断したか。世界ボクシング協会 WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、さあ全体的な流れとしては飯田のペース、さあこれはドローではタイトルは取れませんからね、はい、さあ2人以上が飯田の勝ちとするか、それともチャンピオンの防衛か、結果はどう出るか。よく攻めた飯田です。自分のペースを最後まで維持しました。飯田コール愛知県体育館、判定を待ちます。
大歓中。さあ今ジャッジペーパーがリングアナウンサーに集められます。引き分けでございます。引き分け、まあもったいない試合ですね。引き分けです。よく、ま、自分のスタイルを守りながら最後まで できました試合ですけどね。ドロー。やっぱりあのチャンピオンが終始前に出てますね。それを構成点として見たんでしょうね。そして飯田のパンチは当たってることはあの構成あのクリートは飯田の方が多いんですけど、パンチが軽かったというふうに判断されたんですね。ただいまの採点をお知らせいたします。採点です。ジャッジオズワルド114対114、ジャッジマヌエル・ロドリゲス116対113、翌対ジャッジダンルパーク115対115、よってドロー、引き分けでございます。あ、浜田さん、はい、2人のジャッジがドロ そうですね、そして1人が翌対、はい、というのはですね、終始翌対が前に出ていたというところを評価されたんですね。それでも飯田は動きながらパンチ当ててましたからね、はい、その当てたパンチをクリーンヒットというふうに、ちょっと見れなかったというふうに、判断されたんでしょうね。ちょっともったいない、試合ではありますね。そうでした。3度目の防衛に成功し、チャンピオンベルトを母国タイに持ち帰ります。タイのヨックタイシスオ、初めての海外での防衛戦、非常に苦戦しましたが、結果は1人のジャッジがヨックタイ、あとの2人がドロー。そうですね、結果ドロー、チャンピオンの防衛です。まあチャンピオンの防衛ですが負けてないですからね、はい、ということは次はどうすればいいか、もっと強いパンチを入れていればポイント取れたということですね。そうですね、今日のはパンチが軽かったというふうに判断されたんですね。そしてヨック隊のぐいぐい前に出てくる ボクシング姿勢を構成点としてポイントにしたというところですね。ヨック隊の攻撃的なスタイル。そうですね、はい、あ、それは終始ヨック隊は崩れなかったですから、崩さずぐいぐい前に出てきましたから。ただ当たってるのは飯田の方が当たったパンチ多かったんですけどね、その面ではちょっともったいないなという感じがします。飯田選手、終盤に左の目の上をカットしました。しかしよく本当に自分のリズムを守って、そうですね、そしてベルトを目指して自分がやろうとしたところを戦ってきました。やろうとしたボクシングを最後まで守ったと、守り切ったというところですよね。ミドリジムから初の世界チャンピオン誕生を夢見た松尾敏郎会長、49歳、無念の表情です。今ガルシアレフリーが両選手の手を持ちます。結果はドロー。飯田負けてはいませんが、タイトル奪取なりませんでした。右手を上げます。ヨック対シスオを残し、このベルト三千と輝く WBA ジュニアバンタムのベルト、かつてタイの英雄カオサイギャラクシーが19回の防衛を果たしたこのベルト、ヨックタイは母国に持って帰ります。ヨックタイは苦しかった試合だけに嬉しそうですね。そうですね、ここまでもしかしたら3月1日の防衛戦からあまり日にちが経っていない、調整が不十分なのではないかと、そんな予測もあったヨック隊ですが、2ヶ月足らずで2試合したというのはやっぱり相当体力がなければできないんですけど、12ラウンドフルに戦ったということで相当体力も消耗していたでしょうね。そうですね、今ドローということで両選手の手を挙げるアルマンド・ガルシアレフリーですが、飯田のこの目はどこを見ているんでしょうか。飯田とすれば自分がやろうと思ったボクシングができたんで、勝ったかなというふうな気持ちはあったんじゃないですかね。愛知県体育館で行われた11回目の世界タイトルマッチ、 WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、チャンピオンヨック対シスオ対チャレンジャー世界7位の飯田聡。結果はドロー、引き分けでチャンピオンがヨック対シスオ3度目の防衛に成功であります。しかし浜田さん、はい、7年前テレビのバラエティ番組、はい、元気が出るテレビのボクシング予備校というコーナーが出発点だった飯田、はい、世界のリングに2度上がって、はい、チャンピオンと互角に戦いましたね。そうですね、今日は完全な互角ですよね、そして流れ的には飯田の流れ良かったんですよ。そしてクリーンヒットもあったんですけど、ただそのクリーンヒットが軽いというふうに見られたんですね。そうですね、ちょうど1年ぶりの世界挑戦でしたが、飯田の夢は実現しませんでした。結果は引き分け、
ヨック対出場3度目の防衛に成功であります。去年の負けから見事に再起してちょうど1年、そして1年後の今日再挑戦のチャンスをつかんだ飯田、残念な結果に終わりましたね。本当に、研究通りやったんで、もったいない部分もありますけどね。冬の時代と言われる日本ボクシング界において、しかし浜田さん、はい、飯田は花のあるボクサー、はい、飯田の存在は貴重ですよね。そうですね、それで今日はやろうと思ったボクシングを本当にできたんで、次に負けてはないですから、はい、次に期待したいですね。挑戦3度目で世界のベルトを巻いたガッツ石松さんや大橋秀幸さんの例もあります、はい、また5度目の執念で世界を取った花形進さんの例もあります、はい、ベルトを目指してもう一度飯田聡戦い続けてほしいと思います。潔いですね。ありがとうございます。今声が聞こえました。肉声が聞こえました。これで日本人の世界挑戦は失敗が11ということになりました。次は来月の24日米倉ジムの松本浩二選手が、はい、韓国でジュニアライト級チェ・ヨンス選手のベルトに挑むわけですね。頑張ってほしいですね。そうです。